幡高等学校で指導教諭しております大山です。本日はよろしくお願いいたします。本校ではワンランク上の授業を目指すことを目的に普及型 ICT 教材300の開発実践及びデータベース化の推進というテーマでパナソニック教育財団特別研究指定校の指定を受けました。そのことをきっかけとしまして昨年から本格的に ICT 教育に取り組んでおります。まずワンランク上の授業を展開するためには授業の効率を上げることが必要です。その問題点として板書に手間がかかり授業のテンポが悪くなることや教員間で教材を共有再利用できないことが挙げられ、それを解消するためにデジタル教材のデータベース化を推進いたしました。本校の教職員の多くが抱えていた問題であったため、マテナビのシステムを導入し研修会を開きました。その結果データベース化は教科単位で進んでいきました。実を申しますとこの助成金申請を行ったのは私ではなく前元指導教諭の前田という先生です。私は昨年はただ単純に休み時間英語私英語の教員なんですけれども次の授業の準備をするために休み時間を返上して10分間の休み時間中に次の授業の英文を板書しておりました。なので私はですねパワーポイントを作るのも一苦労の人間なんですけれどもこんな私がやれるということで英語科にはすぐ広まっていきました。今では再雇用の67歳の先生方もICT の教材をうまく使って授業をされております。今からパワーポイントでその活用風景や効果を説明させていただきます。ICT の効果のうち次の3つのものが主なものとなります。これは生物の授業で図表をしっかり全員で見ることができております。こちらはちょっと見にくいかもしれませんが国語の授業でございます。これは体育の柔道の授業です。生徒と一緒に技を振り返ることができております。こちらは本校の可愛い生徒の表情です。次に授業の流れがスムーズになります。こちらは物理の授業できちんとグラフ等が現れております。次、これは英文の授業です。昨年はこれ私の授業なんですけれども昨年は黒板にそのまま書きたいという願いがありましたので黒板直接投影をして授業をいたしました。こちらは科学の授業です。このパナソニックの助成金制度の指定校に高校が非常に少ないということで今日はちょっと授業の風景というかパワーポイントをご覧いただければと思います。数学のを持ってまいりましたので見てください。次に教材の共有再利用の風景です。こちらに映っております3人の教諭はそれぞれが同じ教材を使ってそれぞれが授業をしている風景になります。こちらが生徒サーバーにつながっておるケーブルです。こちらは先ほど紹介いたしました本校のマテナビのシステムです。これを授業の最初にクリックすることによって、操作の手間が省けてすぐ教材にアクセスすることができております。次に今後の課題についてですが、その一つは教材の共有化がなかなか進まない教科もあるということです。教材を共有する際の副産物として教員間のコミュニケーションが活発化することが挙げられるわけなんですけれどもやはり高校の教諭ともなると非常にそのハードルも高くその不足が進まない理由とも考えられております。次に生徒の手元資料ノートとの関係です。多くの生徒はノートの作成には非常にこだわります。
そこで効率を追求するとノートが取れず授業が早く感じる生徒もいるということが授業アンケートから分かりました。そこで今は授業の内容がホームページから閲覧できるように取り組んでおります。こちらがその画面になります。生徒にはパスワードを教えており、それを認証パスワードで生徒が検索画面で教材を絞り込んでダウンロードすることができます。まあ、これは生徒に非常に好評でして、家庭学習の発展も期待できると感じているところです。最後に、今年度から新教育課程が始まり、デジタル教科書との関係も重要になってきています。本校では春にデジタル教科書のプレゼンテーションを開きまして、この秋には公開授業に高校の先生、中学校の先生、それから県指導主事プラス出版社の方を招きまして、公開利用しやすいデジタル教材の開発を協力して進めていければと考えております。また今後も日本福祉大学の影戸先生のご指導を受けながら、拠点校としての役割を推進してまいりたいと思います。簡単ではございましたが、以上で福岡県立戸畑高等学校の報告を終了させていただきます。ありがとうございました。